FP 野原の今夜もゼロ円で飲みに行く,行く乾杯、はい、おはようございます時刻は十時を回りましたいかがお過ごしでしょうか MC の野原亮ですはい。そしてアシスタントの玉木ゆかりですよろしくお願いしますこの番組はファイナンシャルプランナー野原亮さんが実践する元でゼロ円で始められる積立投資の方法をお伝えする番組ですはい。えー、新日差がですね、スタートして、はい、早くも四、うん、ヶ月ですよ ヶ月もう早いね、今年入って始まったサービスですもんね、<laughs> ねあっという間ですねとですけど、うん、まあ皆さんのニーサはどうでしょうかってうですけども、ちょうど昨日金曜日ですけども、はい、株式市場ですの、ね、近況をちょっとお伝えすると、日経平均株価っていう指標が、まあ、有名な指標があるんですけども、これをベースにすると、3月高値が4万942円。 でここから約10%下落して金曜日の安値が3万6,733円だったんですね。だからまあ積み立てベースで考えると3月4月に積み立てした分は全員マイナスになったんですね。でまあ年初からねだいぶ三段上げで上昇してきましたので。 まあたまには調整局面あってもっていう感じなんですけども、あ<ー>うん、ただ今回みたいなことで、はい、あの10%下がった後うん、うん、戻ればいいですけども、うん、戻らなかった時に20%、30%、40%みたいな感じでどんどん下がってくる可能性もなくはないわけですね。うん、切なくなるのははい、そうですね。<laughs> まあ、でこれはもう後から振り返ってみないとわからない未来のことですもんね。はい。でちょっと不安な方も始めたばかりで不安な方もいるかもしれないので、うんはい、今日は。 積み立て投資家のバイブル的な会にしていこうと思ってますけどそういう野心的なチャレンジでいいですかえもちろん教えてください <laughs> だってめちゃくちゃゃゃく大事ななポイントじゃないですかそ,です、ね、そこってだこれもし将来的にもっと大きな調整局面が来たりした時にこの会をぜひ皆さんにもう一回見てもらいたいなと思ってあ、はい、聞いてもらいたいなと思って、はい、あの用意しました。 ありがとうございます、はい、ぜひ本日よろしくお願いしますはい,いす、はい、それではマサイ曲をお送りいたしますビーズで一部と全部あ はい野原さん、はい、本日は「積み立て投資家のバイブル」ということなんですけどもそうそうですね、はいで。もう今日は結論からまず2つ先にお伝えしていこうと思いますけども、はい、長く積み立て投資をしていく中で、うん、これだけは絶対忘れないようにしていただきたいっていうのが2つあります。2つつつ、はいはい、まず1つががほほっったたららかかししししにになないない、はい、2> 2つ目が より小さなものに依存しないってことですね。すより小さなものに依存しない。はいまあ、小さなスケール感のものに依存しないってことですね。これをちょっとご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、でまず一つ目のほったらかしにしないっていうのは、うん、えこれも二つ分かれるんですけど、一、はい、つ目がメンテナンスがすごい大事ですよってことですね。メンテナンスの重要性。はい、はい。まあメンテナンスっていうのはあの要は口座にログインして、うん、あの。 変化があったら調整してあげるとか、はい、そういう意味合いになるんですけどももうちょっと細かく言うと積み立て投資って、はい、一般的には、まあ、事前に毎月いくら何を買うって決めてんん設定するじゃないですか。しますで一回設定するともう基本的には投資信託とかの金融商品をずっと買い続けるわけですね。そそうででですすね毎月、はい、あの一定のの時にに日付どどんどん買ってる形になってますよ、ね、そ過程で 等身託の,の値段、まあ等身宅の場合だと基準価格っていう言い方をするんですけども、はい、これが下がれば多くの口数を買うことができますし上がればまあラッキーですけども、はい、多く買わなくて済むっていう感じで買うことに意識を向けることはもうほとんど必要ないわけですね一、ね、回設定しちゃうと。はいはい、なので大切なのは、はい、いつどうやって売るか、はい、あとは 一部売るのか全部売るのか一部と全部みたいなね <laughs> 繋がりましたねあとはどれぐらい売るのかとかあといつどれぐらい臨時にスポットで買い増しをするかみたいなことだけを考えてればいいんですね。なるほど、はい、積立額はまあ基本的には一定だけれども、はい、それの売るタイミングとか、はい、そこら辺をしっかり自分で見とかなきゃいけないんですね。そう,そ,うすそうすると あの前お伝えした余裕資金の塊、あれですね。あれで考えると、その塊を円だとすると、まあ雪だるまみたいなイメージだと。それが大きくなったり、縮んだりしながら、だん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 こう膨らんでいくわけです。そうすると、ただメンテナンスをしているだけで。老後資金が少しずつ増えていくようなイメージになっていくわけですね。ああ、そっか、そっか。ちゃんとあの構ってあげなきゃいけないんですね。そうそう、あの、なんとかっちみたいに放置プレイは。ダメってことですね。 だからそのずっと何もメンテナンスしないと、はい、そのまんまそ<う>ってことは上がったり下がったりタイミングによっては下がっちゃってる時とかもあるってことですよね。すねだちょっと一概に簡単には言えないんですけどうん、うん、例えば、はい、マーケット環境がいい時にはちょっと現金化しておいてあげて、うんはい、マーケット環境が悪い時はあの現金を使って投資信託株式とか主に入っている投資信託を買うとかっていうようなこう。 ちょっとずつ調整していってあげるイメージで、そうすると余裕資金の塊の振れ幅増えたり減ったりの幅が、振、はい、れ幅がそんな激しくなくなるわけです。で、そうすることによって老後の、はい、資金計画、これぐらいやりたいなっていう目標があると思いますので、うんうん、そこに向けてあまりブレがなくこうあ、そうですね。 ブレがない方がやっぱ安心してどんどん積み立てていけるとますもんね。そうですね。で老後の計画も立てやすくなりますね。そうなんですよ。大事だ。でこれができないとどういうことが起こっちゃうかってですね。はい。ほったらかししておくと。はい。で例えばログインもしないで、うん。今みたいなメンテナンスもしないで、はい。一年経ったりは数年経ったり、はい。数十年経ったり、うん。したらどうなってるか。えどうなってるか。基本的には積み立てているはずだから。 まあちょっとずつは増えててほしいなって思うんですけどで,す、ね、でも何にも,もしやってないとしたら結果どうなるかってもう2つしかないですよ。つ運が良ければ当初の計画を上回ってラッキーもしくは運が悪ければ当初の計画を下回ってアンラッキーみたいなそうですね、まあ、市場動きますからね。 そそのの時時見たうかだか普通は主に株式とかを中心として投資信託とかで積み立てをしていくと、うん、理論上は年を重ねるごとに積み立て期間を積み上げるごとに資産は増えてるはずだっていう考え方これは全く正正ししいいんですねかった、はい、これだけどいつもうまくいくとも限らないし、はい、我々が生きているその時代にうまくいってるかどうかは先のことはわからないですよね。 未来は本当にかんないですね何起こるか分かんないから。でそうすると当初立てた計画からもしずれちゃったりしたら「うん不運です」みたいな話で老後みますいやちょっとだいぶ計画が崩れちゃうとねまないことが起こりますねここはちゃんとメンテナンスすることで気をつけてくださいねっていうとこなんですよね。例えば過去に 大きな暴落局面っって何回もあったんですこの間4つ紹介したご紹介したんですけども、はい、え今日は3つリーマンショック大東日本大震災コロナショック、うん、比べていくとリーマンショックも複合的要因だったんですけどもサブプライムローンっていう、はい、あの住宅ローンをはじけてーでリーマンショックになってその時日経平均株価でいいうと60ぐらい下落してるサブプライム問題が発生する。 してからする前からリーマンショックのボトムまでそんなにそんなに下がるってありるんですもちろん半年とか1年の話じゃなくて2年がかりとかで。にしてもやっぱり大きな振れ幅ですね。で東日本大震災は20%弱コロナショックが30%強っいう下げを演出したわけです。 でこれが老後になる直前に来たらやばい,いです。痛いですね。痛い,、ね、痛いそれは痛いです,いです、ね、とっても。うん、だもうちょっとその自分が何をしたいかということと今何してるかということをちゃんとあの構造を見ていかなきゃいけないんですよね。そっか、はい、そうですね。そのためにやっぱりこうちゃんとメンテナンスそして振れ幅を極力少なく調整しておいた方が運営、はい 運用すすするも気持ちが楽になりまねそうでただ単に合わせてあげてずれたら調整するっていうだけでいいんで別に将来予測するとか将来によって自分の資産が左右されるってことはほとんどないんですよメンテナンスさえしてれば。ということなんですけどもそもそも論として多分皆さん一括して一括投資まとまったお金で投資をするんじゃなくてギャンブル的な投資とかタイミングを見計らか た投資をしたくないから、積み立て投資を多分してたんだと思うんですよね、うん。そうですね。はい、あのやっぱりこうコツコツ安全にっていう気持ちはあります。うん、はい。そうなんですよね。うん、でもしメンテナンス放棄しちゃうとどうなるかっていうと、はい、将来の自分の資産が自分が現金化したいと思ってるときに増えてるか減ってるかわからないわけですから、はい、うんふんでさあどっちだみたいな。<laughs> もうその現金がしたいタイミングの本当、うんふんになっちゃうんですよね。ギャンブルが嫌だったから、積み立てをしてるわけですね。はい、なのに、将来のことについては、ギャンブル的な発想になっちゃってる。<laughs> そうですね。何もしないということは、そういうことになっちゃいますね。そうか、気をつけないとですね。本当に。<laughs> <う> <laughs> はい。はい。 でまあ、ちょうど新ニーサーの影響すごいありましたのでとりあえず積み立て投資を始めましたという人、はい、まあこれはすごい素晴らしいわけですでも落ち着いたらです、ね、将来のお金の計画をまあ立てるようにしてみてくださいということでですすねねそ、はい、そううお金の計画そうですね。<laughs> 確かにでもそういうのを相談するしたいなって今やっぱりちょっと思ったんですよね。で、うん、やっぱり FE さんとかに相談するのが一番頼りりになりそうですよね常に計画が、うん、まあやりたいこと願いがあって、はい、計画を立て実践して、うん、修正して、はい、実践して修正して,正してっていう繰り返しです、まあ、ビジネスと同じですね。 そうですね。うん、ちゃんとちゃんと見てあげるっていうところですね。そうそうですね。はい。じゃあ今度二つ目いきます。ほったらかししないの二つ目。はい、まずは講座にログインする習慣をつける。おお<ー>。はい。もう見ろということですね。そうです、ね、ちゃんと。はい。でこれもまあいろんな意見あるんですよ。うん。 例えば10%ならともかく、まあ、皆さんもログインしてみていただくと分かると思うんですけども、はい、いきなり資産が大きく減ってるのが分かると思うんですね、はい、10%下がるとでも 20%30%40%50% って下がっていったら、はい、もう多分そうですね落ちていってる時は見たくないかもしれないですねああってなっちゃうんでうで,でもここでそれを承知で見たほうがいいんですよいい、うん、覚悟してね<う>はい でそれを継続していくと、あんだけマイナスだったのにいつの間にか例えばマイナスが減ってたりとかプラスになってたりすることがあるんですけど、それをちゃんとリアルに生体験してほしいんです。ああ、そうですね。ま経験しておけば後と後の体勢はつきますもんね。そうそうなんです。よそのための体験ですね本当に。あな慣らすため慣らすっていうはい。あとまあこれ物理的な問題ですけども。 まあ我々もそうです皆さんもそうだと思うんですけどもある程度年齢が若いうちは PC とかスマホとか最先端機器を使うことに抵抗がなくて慣れやすいと思うんですけども年を重ねると億劫になってきたりついていけなくなったりすると思うんですねそうですねちょっと今感じてますもん SNS とか本当にはい。その時に今まで全くやってこなかった人とちょっと触ってた人ってものすごい大きな差になると思いません そうですねやっぱ慣れてるとあの画面見ただけであ多分ここをしたらこういうことできるんだろうなっていうのは想像がつきますけど、はい、慣れてないと全然分かんないですもんね。そう,そうなんです、はい、そのこれ多分今後、はい、まあどういう時代になるか分かんないですけどもグーグルとかあグ,ルーグラスとかゴーグルみたいなのをかけてそのかけるとバーチャルでウィーンって <laughs> 画面が出てきて <laughs>、はい、もう何もない状態でここで。 何かを買うとととかかかか売るる送金すなん映画でありましたねそういう時代が来ると思うんですよねありそうありそうそれについていきたくなければ別にいいんですけどちょっとついていきたいなと思ったらいじっといた方がいいんじゃないかなと思確かに確かに気持ちもね若くいられそうですもんねそっちの方がねでえと今度2つ目はい 今つ目ですまずさっきは1つ1個目の中の2つをほったらかしにしないはメンテナンスの重要性とまずは講座にログインする習慣をつけましょうということで大項目2つ目がより小さなな存存在に依しいこれも2つに分かれてるんですけども1つがゲーム感覚で楽しくやろうよってことですね。うううんんん ちょっと意味わかんないって感じだと思うんですけどもゲーム感覚仕事してるわけではないんで将来のためにじっくりゆっくり積み立てをしていくわけですから金融商品を売買するみたいな売り買いするみたいなイメージですと値段気になっちゃうんですすよね今いくらか気気気ににになななるりま値段っともう単純に儲かったか損したかみたいな話に終わってしまう可能性がありますからそれを何十年も続けてたら疲れちゃう 笑いかなと思うんですすねね <laughs> 疲れます、ね、やっぱお金の話ってこれだけじゃなくていろんなところで日々日々考えてるので、うん、ずっとっていうのはやっぱ疲れちゃいますねで変わらないのは積み立てし続けるってことですからそれプラスメンテナンスとかあと買い増しをしたりとかっていろいろやっていけばいいんじゃないのってことなので、はいうん、そうするとどんな発想でやるか いい,いいかっていうとうん、例えばシミュレーションゲームとかなんとか戦略ゲームみたいな形で、はい、皆さんの大,大切な毎月の積み立てのお金をどこに配置するかみたいなこのゲーム感覚で、うん、シミュレーションゲーム感覚でやっていただくとちょっとストレスは減るんじゃないかなとその儲けてやろうっていうんじゃなくて配置するだけです配置してまあ少額でやってみるっていう。 スポーツとかでもそうですけどこの選手をここに配置したらすごいことが起こりそうとかいろいろあると思うんですけどそういうなんかあの配置ゲームみたいな戦略ゲームみたいなイメージでやっていただいた方が、はいうん、一歩引いて全体を俯瞰して見れると思うんですねねねそそうううででですす、ね、す、はいうん、ややっっぱ楽しみなながらやるっていいのは一番スストレスないですもんねそうそうですよね、はいうんで。これが、えー、と小さなものに依存したいの一つ目のゲーム感覚で楽しみましょうということですね。はいうんうん で最終的に小さなもの2つ目が小さなものに依存しないっていうちょっと深掘りしていきたいと思うんですけども積み立て投資やっていく上で、はい、まあ金融のこととか経済のこととか学んでいくのはも,もちろん大切うん、うん、特に経済のことは大切なんですけれども、はい、もっと大切というか皆さんの身近なところでは、うん、良い金融商品を選ぶことでも、うん、良い運用会社を選ぶことでも専門家を選ぶことでも僕はないんじゃないかなと思ってるんですね。 一番大事なのは、はい、もっと世界情勢とか世の中のことに関心を持ってほしいっていうのですよ、ねうん、あは、はい、さっきご紹介いただいたリーマンショックとかの話でありますもんね。そうそうで,、はい、でそのツールとして、うん、この金融商品とか積立て投資とか金融経済って話は、まあ、有効だとは思って、うんえー、お届けしてるんですけれども。 えっと世の中に関心を持つ意味っていうのは、うん、これももの金融業界の常識というかあれなんですけども、はい、世の中が良くなったらまあそうですねはい、はい、そのイメージはやっぱりありますね。だから別に儲けてやろうとか、うん、メンテナンスしようとかも,もう究極的には全く必要のないんか持ってればだん,だん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 上がっていくんだなみたいな世の中が、はい、作れる可能性があるわけです。そのためには 選挙権有権者の我々が世の中にもっと関心を持って、うん、政治的ないい意味での圧力をかけられるようにならないと、はい、これ無理なんですよそうか大きな話になってくるからそうそう一人一人がということになりますよね。そうそうで,、うん、で結果として株価が上がって資産が皆さんの資産が増えるっていう世の中を作るっていうところのきっかけがまず世の中に関心を持つっていうところなんですね。はい そんな感じで思ってますけども、<laughs> これ神回、神回で、ライブみたいになってますけどね。<laughs> なってると思います。でも、本当身近なところからやれることがあるんだなっていうのは、すごく参考になったので。はい、しっかりちょっとにやっていきたいなと思いました。はい、ありがとうございます、はい。ありがとうございます。はい、それでは、ここで一曲お送りいたします。決つめいで、リズムオブザサン この番組は夢が目標に変わる場所大森動画工房の提供でお送りしましま、はい、えー、本日は「積み立て投資家のバイブル」について、うん、ピックアップしましたけどもいかがでしたでしょうかはいやでも本当にあのすぐ、まあ、身近なところからやれるお話ばっかりだったので、はい、でもこれをやるやらないで未来が大きく変わるっていうのは。はい やらなきゃ損だなっていうのをすごく感じました、うん、で本当、ね、バイブル」っていうだけあって本当やれることだったので、うん、すごく参考になりましたそうなんですよねこう、うん、みんなで底上げしていこうぜっていうこれがすごい大事す。ワンチームとかよく前ラグビーで流行りましたよね。あそうですね流行りましたっていうのがほんとは大切なんですよね、はい、そうですね。はい で世の中がその世界のこととか日本のこととか政治のこととかにもっと興味を持っていて、うん、みんながこう,こういい方にいい方にっていうふうに考えていくとまた何か変わってくるのかなっていう。う本当、うん、おっししゃると素晴らしいいごご感想、はい、ありがとうございます <laughs> あで、まあ、今みたいな要は学びに関することで我々に最も必要とされているのは、はいはい、今自分で考える力なんですよね。 でこれはもう昔から言われてることなんですけども、はい、あアクティブ・ラーニングって言われたりしますけども、うん、自分で主体的に考えて、うん、周りと対話しながら気づきを得て、はい、で自分で自ら実践していくうん、うん、でこういう意味なんですけどもうん、うん、これができるツールの一つがうん、うん、金融経済教育なんですね、はい、非常に有効だと思ってお届けしているんですけどもうん、うん、でこの時に大事なのが誰が言ってるかではなくて何を言ってるかにもっと集中した方がいいんですよ。 内容ですねラジオを聴いていただくっていう時のようにですねうん、うん、でやっていくと今だけ金だけ自分だけっていう感覚から、うん、今から金から自分からということでより主体的にお金の学びに参加いただけるということで。 皆さんの未来が明るくなることを願っております。<laughs> ありがとうございます。<laughs> やっぱ何をするにも主体的に自分から学びに行くとか取りに行くとか、そういうことがすごく大事になってきますね。これから本当にこの自分からっての大事になりますから。はい。ぜひ皆さんも。 自分から,分分からはい野原さん本日もありがとうございました,、はい、ましたえー、番組では皆さんからの感想質問をお待ちしております FM サルースのホームページのメニューにありますメッセージリクエストクリックし番組名はプルダウンリスト上の方にあります FP 野原の今夜もゼロ円でのみにこ選び内容欄にご記入の上お送りくださいはいそれでは次回5月18日土曜日朝10時にまたお会いしましょう今夜もゼロのみ